はい、ということでね、今日もねパズラをやっていきましょう。今回もねアンケートスーパーゴッドフェス開催してるんで、それを引いていこうと思います。今ね魔法石がね200個あります。今日の朝2回引きました。1回目、これでねガチャドラの3体のやつ引きました。結構ねみんなね出てる人も多かったです。ツイッターを見てる感じですと。もう一つ、はい、こっちでトーカが出ましたね。あともう一つ天性の姫だったんですけど、ここでねトーカを出しました。今回ね結構ラインナップのこのパーセンテージが高くて、みんないいキャラ出してるんで、自分も当てていけたらなって思います。で狙うはもうカノクロネとかね、そこら辺も持ってるんで、あのガチャドラもねもうそこら辺当てたんで、まあ、グランエルブとサンドラで、まあ、トーカ当てたんで、黒飛びがね今回ね結構みんな当ててる人も多くて、でからのキャラも強いということで、まあ、黒飛び1番で当てていけたらなって思います。ということで、じゃあ引いていきます。5連でいきます。ここでね何体出るかよ。フェスゲンがパーです。お、まだ持ってないキャラあれかな、アワリンとかそっち系。あ、違う、アトリですねアトリ持ってませんでしたね。もうこっから割れていくよ、ちょっと怖いよ。ういはい、カノクロネ出ました。はい、でラーとサクヤ、まあサクヤね今回こっちじゃないか、あの交換の方でね出たんで、もう交換したんですよ。であとイデアルですね。はい、ちょっとねちょっと渋いかもしんないです。はい、もう一回引いていきます。10連目、この50個はだいぶ痛いからの次マーブルが来るかんね。えに、ダイヤじゃない、木来るの。あ、転生系来ましたね。お、また持ってないキャラなんだ。ギルガメッシュ、ここでギルガメッシュ。やばいよこれ、ちょっと、まあ、ここであとに2体目、いきます。もう1回黒飛び来い、黒飛び。え、金来るもん。あの、まあここで新しいキャラねどんどん出してるんで。あ、黒飛びだ。いいところを飛ばしちゃった。でも出た黒飛び。もう飛ばさん、もう飛ばさん。さあ何が出る。おお、光のやつだ、イライザ。お、今回ここいいんじゃない。お、いいね、ラフィーネ。あ、危ね、消した。これいいんじゃないっけ。15連までにしときましょう。15連までに、じゃあ今回はねこんな感じで入手、はい、アトリが2体ですね。アトリが2体と EDR、そしてラー、サクヤで、カノクロネで、ギルガじゃないや、アンタレスで、ギルガメッシュと、あの絵の具のやつメルティ、こいつもねなんか持ってんだ、そう3体持ってて、でクシーナだと、黒飛び、バステと、でここでもう1回あいつが出た、アンタレスで、光のイライザとラフィーネっていう感じでしたね。今回のゴッドS ちゃんと黒飛び当ててるんで勝ちじゃないですかね今回。以上で終わります。